C. ロナウド先生団も、退場者出したマンチェスター U。劇的ゴール許し CL 黒星スタートチャンピオンズリーグ CL が開幕し、グループ F ではマンチェスターユナイテッド、イングランドが敵地でヤング、ボーイズ、スイスに初め2と敗れた。現地時間13日、チャンピオンズリーグ CL が開幕し、グループ F ではマンチェスターユナイテッド、イングランドが敵地でヤング、ボーイズ、 スイスと対戦した遺跡史上終盤にユナイテッドへの電撃復帰を果たし、背番号7をつけて再び赤い悪魔のユニフォームに袖を通したクリスティアーノ・ロナウド。プレミアリーグでは早速ゴールを挙げて自らの復帰を祝ったが、この CL でもその得点力の高さを発揮する。最初のシュートはヤング・ボーイズ。開始3分。高い位置でボールを奪い。 エリアがドリブルで持ち上がってそのままシュート。これはゴール右へと外れる。ヤング、ボーイズの本拠地スタッド、ル、スイス、バンクドルフ、ベン、ハ人工芝のピッチで、不慣れなユナイテッドの選手たちは足を滑らせる場面が目立ち、思うように試合をコントロールできない。12分にはカウンターからエリア内左でボールを受けたエリアが縦に仕掛けてを、リカエスも、 GK と DF の間を抜けたボールに反応する味方はいなかった。なかなかシュートまで行けないユナイテッドだったが、迎えた14分、左サイドでボールを受けたブルーのフェルナンデスが右足アウトサイドでゴール前にクロスを入れると、ファーサイドからオフサイドギリギリで飛び出したシーロナウドが右足で丁寧に合わせる。GK バルモースは足に当てたものの、股を抜けてゴールラインを割り、 ユナイテッドが最初のシュートで先制する。先制したユナイテッドは、その後もシンプルなクロスからシーロナウドを狙う形で徐々にペースを握り始める。しかし、迎えた35分、1、ビサツカの足裏がクリストフェル・マルティンスの足首に直撃。指針は迷わずレッドカードを提示し、ユナイテッドは10人での戦いを余儀なくされた。 数的振りとなったユナイテッドは山頂に変えてだロートを投入。すると直後、ヤング・ボーイズに決定機、38分、左クロスがファーサイドに流れ、フリーで待ち構えていたファスナハトがボレーで捉える。しかし、叩きつけたボレーはゴール左へとわずかに外れ、同点ゴールならず、1点リードのまま後半を迎えたユナイテッドは、ファンでベイク2代エテブ・アランを投入。 3バックへと移行し、守備の際は5バック気味にして守りを固める。一方のヤング・ボーイズは、中盤のシエロを下げて前線にシエブアチュを投入しにトップに移行こう。数的有利を活かし、前線の枚数を増やして攻撃的な布陣に、姿勢の続くユナイテッドは54分、カウンターから B、フェルナンデスのロングパスに抜け出したシーロナウドが、 エリア内まで運んだところで DF の寄せにはい倒される PK をアピールするが指針は笛を吹かなかった迎えた66分右サイドでボールを受けたエリアが低いクロスを入れるとニアサイドのヘフティがそらしゴール前の円が丸がゴール右へと押し込んで構成のヤングボーイズが同点に追いつくその後も圧倒的にボールを支配してユナイテッド陣内に攻め込むヤングボーイズに対し ユナイテッドのスールシャール監督は72分、リンガードとマティッチ投入で C、ロナウドと B、フェルナンデスを下げるという決断をする。80分を過ぎて、後半週トレーホンのユナイテッドだが、C、ロナウドと B、フェルナンデスを下げてからは、勝ち越しゴールを狙いに行くよりも、逆転ゴールを与えないという戦い方を徹底する。逆転したいヤング、ボーイズハスレーマニと、リーダーを投入し攻勢を強める。 88分に笑うパーが、際どいミドルシュートを放つが、GK で部屋がかろうじて触って CK へ。ユナイテッドは89分、触れ辻を下げてマルシャルを投入。直後にヤング、ボーイズも190センチ台の選手を2人投入し、逆転ゴールを狙う。それでもユナイテッドが守りきるかと思われた終了間際、リンガードのバックパスに反応したシエブアチュが GK で部屋を破り、 土壇場の逆転ゴールでヤング・ボーイズが金星を挙げた。ユナイテッドは最後の最後で勝ち点1を逃し、まさかの黒星スタートとなった。試合結果ヤング・ボーイズ2始め、マンチェスター U ・ U 得点者ヤング・ボーイズ、エンガマルム16分、シエブ・アチュ、95分マンチェスター U ・ U シー・ロナウド、14分、